親という二ダザイオサム親という二虹と無質の親はいいこの川竜は哀れであるどこへ行っても何をするにしても親という二虹だけは忘れないでくれよちゃん、親という虹は一字だようん、まあ、仮に 一時が三時であってもさ、この教訓はダメである。しかし私は今ここで柳樽の解説を試みようとしているのではない。実はこないだある無質の親に会い、こんな川柳などをふっと思い出したというだけのことなのである。理財したお方はみんな覚えがあるはずだが、 離催するるると変に郵便局へ行くく用事が多くなるものである私が二度も離災してとうとう津軽の兄の家へ逃げ込んで居候という身分になったのであるが簡易保険だの債券売却だのの用事でちょいちょい郵便局に出向きまたほどなく私は仙台の新聞に「パンドラの箱」という題の失恋小説を連載することになって。 その原稿の発想やら電報の打ち合わせやらで一層郵便局へ行く度数が頻繁になった例の無筆の親と知り合いになったのはその郵便局のベンチにおいてである郵便局はいつもなかなか混んでいる私はベンチに腰掛けて私の順番を待っている「ちょっと旦那書いてくれや」 おおどおどしてそうしてどこかずるそうな顔も体もひどく小さいじいさんだ「大酒飲みに違いない」と私は同類の敏感で一目見て断じた「顔の皮膚が青くすさんで花が赤い」「私は無言でうなずいてベンチから立ち上がり郵便局備え付けのすずり箱の方へ行く。 貯金通帳と支払い用紙彼はそれを受け出しの紙と言っているそれからハンコと3つを示されそうして「書いてくれや」と言われたらあとは何も聞かずともわかるいくら40円。私はその払い戻し用紙に40円なりとしたためそれから通帳の番号住所氏名を書き記す。 通帳には旧住所の「青森市何々町何番地」というのに棒が引かれて新住所の「北津軽郡金城町何がしかた」というのがそのそばに書き込まれていた青森市で焼かれてこちらへ移ってきた人かもしれないと安易に推量したが果たしてそれは当たっていたそして氏名は竹内時 となっていた。「女房の通帳かしらくらいに思っていたがしかしそれは違っていた」「彼はそれを窓口に差し出しまた私と並んでベンチに腰掛けてしばらくすると別の窓口から現金支払い係の局員が竹内時さんと呼ぶ」「あ、はい」とじいさんは平気で答えてその窓口へ行く 竹内時さん40円ご本人ですかと局員が尋ねる「そうでご一斉娘ですはい、わしの末娘でご一す」「なるべくならご本人をよこしてください」と言いながら局員はじいさんにお金を渡す彼はお金を受け取りそれからえへへというように両肩をちょっと上げて いかにもずるそうに微笑んで私のところへ来て「ご本人はあの世へ行ったでごいす」私はそれから実にしばしばそのじいさんと郵便局で顔を合わせた彼は私の顔を見ると変に笑って「旦那」と呼びそして「書いてくれや」と言う「いくら ?40 円」いつも決まっていた 「そしてそその間にちょいちょょいいい彼から話を聞いた。それによると彼は案にたがわず酒飲みであった。40円もその日のうちに彼の酒代になるらしい。この辺にはまだ闇の酒があちこちにあるのである。彼の跡取りの息子は戦地へ行ってまだ帰ってこない。 長女は北のののこの町屋のに届いている。焼かれる前は彼は末娘と2人で青森に住んでいたしかし空襲で家は焼かれその26になる末娘は大火けをして医者の手当も受けたけれど「象さんが来た象さんが来た」と上事を言って息を引き取ったという。 ゾウの夢でも見ていたのでご一緒かバカな夢を見るもんでごいっすと笑って笑ったのかと思ったら何泣いているのだゾウさんというのはあるいはゾウさんではなかろうかその竹内時さんはそれまでずっともう長いことお役所に勤めていたのだそうだからゾウさんが来た というのが何かお役所の特別な意味でもある言葉でそれが口癖になっていたのではないだろうかとも思われたがしかしその無質の親の解釈に従って象さんの夢を見ていたのだとする方が何十倍も哀れが深い私は興奮しあらぬことを口走った「全くですよ。 クソ真面目な色男気取りの議論が国を滅ぼしたんです気の弱いハニカミ屋ばかりだったらこんなことにまでなりゃしなかったんだ我ながら愚かしい意見だとは思ったが言っているうちに目が熱くなってきた「竹内時さん」と局員が呼ぶ「はい」と答えてじいさんはベンチから立ち上がる。 みんな飲んでしまいなさい」と私はよっぽど彼に言ってやろうかと思ったしかしそれから間もなく今度は私が「えいもうみんな飲んでしまおう」と思いたった私の貯金通帳はまさか娘の名義のものではないがしかしその内容はあるいは竹内時さんの通帳よりもはるかに貧弱であったかもしれない 金額の正確な報告などは京ざめのことだから言わないがとにかくその金は何か具合の悪いことでも起こって急に兄の家から立ち退かなければならなくなったりしたときにあまり惨めな思いなどせずに済むように郵便局に預けておいたものであったところがその頃 ある人からウイスキーを10本ばかり譲ってもらえるあてがついてそのお礼には私の預金のほとんど全部が必要のようであった私はちょっと考えただけで「ええ、みんな酒にしてしまえ」と思ったあとはまた後でどうにかなるだろうどうにかならなかったらその時にはまたどうにかなるだろう 来年はもう38だというのにいまだに私にはこのように全然ダメなところがあるしかし一生これ式で押し通したらまた一期間ではあるまいかなどバカなことを考えながら郵便局に出かけた「旦那例のじいさんが来ている私が窓口へ行って払い戻し用紙をもらおうとしたら」。 今日は受け出しの紙はいらないんで、ごいす。入金でごいすと言って10円紙幣のかなりの束を見せる。娘の保険が下がりまして、やっぱり娘の名義で今日入金のつもりでごいす。それは結構でした。今日は僕の方が受け出しなんです。甚だ妙な成り行きであ。 やがて2人の用事は済んだが私が現金支払いの窓口で手渡された札束は何のことはないたった今じいさんの入金した札束そのものであったのでなんだかひどくじいさんに済まないような気がしたそしてそれをある人に手渡す時も竹内時さんの保険金でウイスキーを買うような 変な錯覚を私は感じた数日後ウイスキーは私の部屋の押し入れに運び込まれ私は女房に向かって「このウイスキーにはね26歳の処女の命が溶け込んでいるんだよ。これを飲むと僕の小説もめっきり艶っぽさが出てくるということになるかもしれない」と言い そそもそも郵便局で無質の哀れなじいさんに会ったことの初めから細かに語り起こすと女房は半分も聞かぬうちに「うそうそお父さんはまた照れ隠しの作り話をおっしゃってるねえ坊や」と言って、はい夜2歳の子を膝へ抱き上げて